こんにちは。整体ニコニコスタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は質問をいただきまして、脳疲労を取るときに、段差があるところでもですね、脳疲労を取れますかというご質問をいただきました。で、今回の動画はちょっとですね、上級者向きといいますか、普段この私の動画を見ている方からいただいた質問になりますので、ちょっと初めての人にちょっと分かりにくいかもしれないですけども、脳疲労を取る方法ってのがありまして、それをちょっと机とかそういう背もたれの、上の部分とかそういうところを使って、脳疲労を解消していくエクササイズがあるんですけども、そのエクササイズをするときに、その段差のところがちょっと2段になってて、こういう段差があるところでも大丈夫ですかという質問をいただきました。で、これとても重要な質問になりまして、やっぱりですね、この脳疲労を取るときに、一番大事なこの脳幹の疲労っていうのがあって、ここに脳幹があるんですけども、この疲労を取っていくときにですね、最初はなんとなくここに刺激を与えれば、脳疲労っていうのは、あなたの脳疲労を解消するんですけれども、それを解消してくると、だんだんとですね、ちゃんとピンポイントで狙っていかないと、よりその脳疲労っていうのが取れにくくなってきます。なので最初はなんとなくでいいんです。なんとなくぼやっとした形で、アバウトにですね、だいたいこんな感じでやっていただければ OK なんですけれども、やはりそれがですね、脳疲労解消してくると、より奥の脳疲労を取りたくなりますし、より奥の脳疲労を感じるようになりますから、それを取りたくなるんですけども、それを取るためには、ちゃんとですね、この、ボンノクボっていう場所をしっかりピンポイントで狙っていかなきゃいけないんで、そう考えた時にその段差があったところでいいのかとかですね、どういう角度で当てた方がいいかとか、そういったところは結構問題となってきて、その辺がやっぱちゃんとできないと、よりですね、快適な体になっていきにくいですし、より姿勢がいい姿勢にもなっていきにくいので、ぜひですね、していただければと思います。で、今回いただいた質問っていうのは、この質問をいただいている方は、机の角っこですね。机の角っこに、こういう感じでですね。これ顔ですね。顔があって、首があって、体があって、これ足ですね。で、腕がこうあるわけですけども、こんな感じで、ここの角っこに、ボンノクボという場所ですね。ちょうどこの後頭部と首の間のここを当てて、エクササイズですね。をしていただいているところなんですけども、この時に、このところが、ちょっと2段にこう、ちょっと段差があると。段差があると。ちょっと段差が見えないですね。段差がこんな感じで、ちょっとここがですね、段差になってて、ここがない、こんな感じになってですね。結構いい机なんかだとこういう感じになりますよね。こういう感じで、ちょっと段差があると。こういう時に、これでやっていいかっていう質問だったんですけど、これはやっていいんですね。やっていいです。やっていいんですが、この、結局このボンノクボにしっかりと、この角っこにちゃんと当たって、ちゃんとそこに刺激がいくかどうか。ここの方が、こっちの方がどちらかというと大事になってきます。で、その段差があるとか、ここが丸っこいからとか、いろんな材質のものがあるんで、それはいろんなものでやっていただいて、試していただいたらいいんですけども、その時にちゃんと、このボンノクボに刺激がいくかとかですね。これが大事です。なので、この段差があった時に下の段でやるのか、上の段でやるのか、によって、この、ボンノクボにしっかりこの刺激が伝わるかどうかが変わってくると思うんで、そこをあなた自身でですね、やってみて、そこにちゃんとそこに入るかどうか、これをですね、感じてやっていただければと思います。で、このボンノクボの場所が重要なので、このボンノクボの場所が、この後頭部とこの首のこれの間、ここですね。ここにしっかりと刺さってくるかどうかですね。これが大事なんで、ちょっと今日はエクササイズまではできないんですけども、こう首を、上向きた時にちょっとこう指をですね、こう置いといて、これをですね、上向いたり戻したりっていうのを繰り返していただいて、そうすると
そこの指を置いたところがキューッとですね、キューッとなんか奥に入る部分があります。ちょうどこの溝ができるんですね。でこの溝を感じ取っていただきたいんですが、上向けた時にちょうど溝になるところがあります。この溝をしっかりどこだろうってことをしっかり探していただいて、このちょうど隙間ができるんです。本当隙間って本当に細い隙間です。でこの隙間をしっかりまず感じ取れるかどうかですね。これ分かんなかったらまずですね、なんとなく脳皮を取っていただいて、で脳皮を取れてくるとこの隙間がなんとなくですね分かるようになってくるんで、そこの隙間を狙ってそこにこの可動庫の刺激が、痛い場合はタオル引かなきゃいけないんですけども、タオル引いてそこに刺激が伝わるようにやっていくということになりますので、結構ですね、慣れ親しんで脳受話エクササイズですね、した人はそれをやってみてください。で、ここまで聞いてちょっと脳幹受話エクササイズ、それどんなのか知りたいという人も出てくると思うんで、次回それをお伝えしますので、まずは、知ってる人はこれでやってみてください。ということで、本日も動画を見るときありがとうございました。知りたい人は下から登録しておいてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。